はい、皆さんこんにちは。今日ご紹介するのはね、このエレコムさんの、スマホとかね、タブレットに直接させる USB メモリーのご紹介です。型番はね、ここに書いてあるんですけども、MF の SAU232GBK、 色はブラックになってます。で、中身ね、もう出してあるんですけど、中身はねこんな感じです。すごいちっちゃいです。私の手がねこんな感じなんで、すごいちっちゃいもんですね。で、まあキャップを外すとね、こういう風になってて、ここが先がね、こうスマホとかね、タブレットにさせる、ミニ USB になってます。はい。で、これをまあ直接挿すという形です。はい。それと、これの面白いところは、このお尻の部分ね、お尻の部分が、まあ通常の USB メモリーになってます。まあこれはね、もうエレコムさんのお得意ですよね、このちっちゃい。ね、これはこのままパソコンとかね、ノートパソコンとか、普通の、まあラプトップパソコンのハードディスクなんかに差し込んで、メモリーとして使える優れものです。よくね、あの大きいメモリー売ってますけど、これなら出っ張らない、このまま使えます。まあこれをね、これがだからまあメモリー本体なんでしょうね。で、まあアダプターがまあついてると、メモリーについてるといった、まあこんな形のものです。で、他にもね、いろいろまあ、あの同じような類似品いっぱいあります。あのサンワサプライさんなんかも出されてますし、ただなんで私がこれを買ったかというと、まずすごく薄い、ちっちゃい。で、しかもこのお尻のね、 USB、 これがまあそのままね、パソコンで使えるっていうのがね、やっぱいいじゃないですかね。はい。ただ一つ条件があります。で、これあのスマホにね、とかまあタブレットに直接挿して使うんですけども、条件がね、まあ裏にね、いろいろ書いてあるんですけど、USB ホスト機能を持つ端末に限りますということです。だから USB ホスト機能を持たない端末にはちょっとこれね、認識してくれないんで、あの購入される前に自分の端末がね、 USB ホストの機能を持ってるかどうかっていうのを確認してください。で、これをスマホとかタブレットに挿すんですけど、普通にこれをまああの接続しただけではこれ認識しません。で、何が必要かというと、この箱の後ろにね、まあ、あの QR コード、もしくはここに書いてあるんですけど、ホームページ、これ用のアプリケーションソフトを、まあ、あのダウンロードしてくる必要があります。で、そのアプリケーションを起動して、これを認識するという形になります。では、そのアプリケーションをちょっと見てみましょう。はい。先ほどのね、この箱の裏に紹介されてたホームページに行きますと、まあこんな感じで紹介されてます。でね、まあ、あの Google Play からダウンロードしますかというところで、まあ、クリックすると、このようにですね、よいしょ、はい、エレコムスマートコピーっていうね、ところへ行きます。で、このね、エレコムスマートコピー、このアプリケーションが実は必要になってきます。じゃあ実際にまだ私これダウンロードしてないんで、これをまあインストールしたいと思います。はい。アイコンダウンロードしてくると、まあタブレットとか、スマートフォンにね、こういった、スマートコピーっていうね、アイコンができます。それとね、もう一つ重要なのは、これはね、今回、スマホとかタブレットとかから、このね、USB メモリに読み込ますんですけど、今度ね、読み込ました後、こいつを、例えばデスクトップとか、ノートパソコンにつないで、読み込ませるときには、このね、同じアイコンをノートパソコン、もしくはデスクトップに、同じアプリをダウンロードしておく必要があります。ここ注意してください。はい。これはまた Windows 用とかね、あの
紹介したホームページの中にありますんで、そちらの方もダウンロードしておいてください。はい、それではね、これを早速ね、使ってみたいと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ロックを解除します。このアイコンをタップします。はい、最初ね、こんな画面出てきます。まあ、メニューの紹介、こんなんありますよ。まあ、これ説明だけです。はい、起動すると、まあ、こんな感じになります。で、メニュー画面ね、から、表示切り替え、あと、まあ、ソーティング、それから、まあ、複数選択、全選択みたいなのありますけど、最初はね、この表示切り替えというやつをタップします。そうすると、まあ、簡単コピーモードなのか、差分コピーなのかというのがありますけど、これね、私が購入した決め手の一つは、この差分コピーがあるということですよ。差分コピーってやつは、一回もしなんかダウンロードしたら、同じやつはね、もうダウンロードしたくないわけですよ。それを、まあ、除いて、新しいものだけ、要は差分だけね、まあ、作業してくれるというモードです。これあると便利ですよね。だから、なんかのフォルダーだけ指定しておくと、そのフォルダーの中に追加された分、要は、差分だけちゃんと落としてくれると。まあ、そういうモードがあるっていうのは一つ便利です。まあ、今回ね、初めての作業なので、全部落としていきたいなと思います。まず、簡単コピーモードね。そうすると、どのデバイスから落としてきますかと聞いてきます。ので、今回私は、どれかな、どっちに入れたかな。あ、わかった。内蔵メモリーの方だ。内蔵メモリーの方に、サンプルの写真を入れてます。今ね、このデバイスの中にこう3つサンプルの写真があるんですけど、まあ、これ実はですね、まあ、この写真で大体こう DCAIM のフォルダに行きますよね。で、このフォルダ自体をまあ選択しておくと、この中のもんは全部入れてくれます。それから今度次回やるとき、差分使うと、これを指定しておくと、この中に入っている分の、まあ、追加された分だけダウンロードしてくれるという形になります。ということでね、次へということで、コピー先をね、選択してくださいということで、同じメニューが出てくるんですけども、タブレットによってはね、こういうふうに外部 SD カード、これ SD カードじゃないんですけど、外部 SD カードっていう表示の仕方もあるし、ちゃんと USB メモリーって表示してくれるやつもあると思います。いずれにしても、USB メモリーもしくはこの外部 USB カード、USD カードっていうやつを、まあ、選択します。要は、ここに刺さっているものですよね。で、まあ、簡単コピーモードということで、簡単コピーが、設定が削除されますがよろしいですかっていう出てくるんです。通常これ出てきません。なんでかというと、私一回これ試してますからね。試してますから。ということで、コピーというのが出てくるんで、これをコピーをします。はい、ということで、じゃんじゃじゃんって、ということで、まあ、コピーされましたということで、転送先、あ、じゃあ、転送元、それから転送先っていうのがしっかり表示されます。はい。で、まあ、閉じる。はい、ファイルをコピーしましたということで、まあ、外部メモリをね、取り外すときは、このデバイスで決められた取り外し方をちゃんとしてくださいよ。じゃないと、せっかくダウンロードしたやつがね、消えちゃう可能性があるんで、まあ、その辺だけ、タブレット、もしくはスマートフォン、ご自分の、まあ、この外部 USB なりの取り外しの仕方確認しておいてください。はい。ではね、本当にこの中にちゃんと入ったかどうか確認したいと思います。ということで、ちょっとギャラリーを開きます。はい。ということで、このね、デバイスで、まあ、カメラでちょっとサンプル撮ったんですけど、ここにね、ちょっと見えてるように、コピーされたやつがね、ちゃんと入ってきてます。ね、コピーされたやつがちゃんと入ってきてるっていうのが、まあ、確認できます。はい。
で、先ほども言いましたけど、これ取り外して、これをねパソコンで読み込ますときは、先ほどタブレットにダウンロードしたこのアイコンと同じものをアプリを、ご自分のパソコンの中にも入れておく必要があります。でこの USB をパソコンに接続してそのアイコン立ち上げてそのファイルから、自分のパソコンに読み取るというそういう形になります。そこだけ2つね、タブレット用と PC 用、自分の PC 用の2つアプリダウンロードが必要ということだけ覚えておいてください。はい、ということで、私がまあこれ購入した話ね時のまあきっかけというのはですね、まあうちの奥さんなかなかこうね自分のスマートフォンのバックアップを自分で取らないわけですよ。でまあ私がいつも作業してるんですけど、まあ通常のねミニ SD とかマイクロ SD をまあ取り外してねやってもいいんですけど、まあアダプターがいったりしますし、最近のスマートフォンだとねその、マイクロ SD カードが横差しならまだこう抜くだけでいいんですけど、バッテリーのね裏にあったりするんですよ。そうするとねいちいちこうバッテリーカバー外して取らなきゃいけないとかね、そういうのもあるんで、こういう直にさせるやつがあると便利ですよね。でまあいかんせね、SD カードを抜いてアダプターに挿してもいいんですけど、まあ通常ね売られてるやつっていうのはこういうまあ例えば形のもんで、こう後ろにねマイクロ SD を入れて、読み込ますという形のものはありますありますけど、この先がね普通の USB の端子なんで、このままこれはスマートフォンにさせないというので、まあこういう先がねちゃんとスマホとかタブレットに使えるこういうやつでね直接ダウンロードできたら一番簡単でいいですよね。でなおかつねこれにこういうやつに比べてもねまだこれちっちゃいんですよ、ちょっとだけね。はい、だから邪魔にならない。でしかもこれが本体だというところが一番まあメリットじゃないですかね。はい、ということで、今日ご紹介したのはこのエレコムさんのスマートフォンもしくはタブレットに直接差し込んで、まあ写真とかデータをダウンロードできるバックアップ用の、まあ、USB の、まあ、ご紹介でした。はい、Amazon.com とかでもね売ってますんで、よかったら購入してみてはどうでしょうか。それじゃあまたバイバーイ。